そしていよいよ始まった林間合宿。情報管理を徹底した上で万全の体制で林間合宿に臨んだのだった。そこで僕は泉光太君という一人の少年に出会ったんだ。彼のご両親はプロヒーローだったが、ヴィランとの戦いで殉職してしまったそうだ。この時、先生を含め僕らは誰一人気づいていなかったんだ。これから起こる雄英高校史上最大の脅威に。光太君、どこ行っちゃったんだ？この秘密基地のどこかだとは思うんだけど。なんでヴィランがいるんだ？光太君！